はい、マソディビです。今日はまた簡単スイーツレシピをご紹介していきたいと思います。今日ご紹介するのは電子レンジで簡単マグカッププリン。なかなかめちゃめちゃ簡単にできるみたいなんで、早速作っていきたいと思います。材料はこちら。では実際に作っていきたいと思います。材料はこんな感じ。まず最初に温めたカップを用意します。電子レンジに 2,30 秒かければ温まります。温めたマグカップに砂糖大さじ1杯と水小さじ 1/2 入れていきます。はい、砂糖と水を入れたらこれを電子レンジにかけていきます。600ワットで1分強。はい、電子レンジにかけたらこんな感じ、カラメル状になりました。次は卵をボウルに入れ、もっきりとしっかり届く。やっていくぜ。混ぜていく。で、砂糖を入れたら牛乳 130cc を入れてまたかき混ぜていきます。牛乳は 2,3 回に分けてやってください。今この動画ではミスってもう入れてしまいました。で、この時にもしバニラエッセンスがあったらそれも入れるともっと香りが良くなるみたいです。かき混ざったらそれをマグカップに入れていきます。本当にこんな簡単でプリンなんてできんのかな。めちゃめちゃ簡単、簡単すぎて不安。次はレンチンです。600ワットで2分間レンチン。そして表面が少し盛り上がってグツ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 と泡が出てきたら3秒で OK。 600ワットで2分間。はい、スタート。3、2、1。できたー。はい、マグカッププリンできました。中まだトロトロっすね。これで10分ぐらい置いて冷蔵庫でちょっと冷ますみたいです。はい、ついに完成しました。中身はこんな感じです。さらに出していきます。3、2、1、ゴー。ボコっていった。うまそう。はい、これができたプリンです。ちょっとカラメルの時に水入れすぎたかな。それでちょっとカラメルがうまくなってないですけど、でもめっちゃうまそうなプリンになっております。やべえ、うまそう。ちょっと中身もね、見せていきたいと思いますんで、じゃちょっとカットしていきます。デュリンデュリンデュリン、ブシッ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 。じゃん、中身はこんな感じ。もう普通のプリンですね。で、もうこう割った瞬間に香りがめちゃいい。では食べていきたいと思います。温かいプリンっていうのもね、またいいですね。ではいただきます。じゃん、湯気が出てるの分かります？これほら、ホットプリン。いただきます。うまい。甘さが意外と控えめで、結構ミルクの味が結構強いですね。で、カラメルも、カラメルの香ばしさも結構あって、もう普通に買うプリンですね。うん、それぐらいめちゃうまい。で、むしろ今作りたてなんでめちゃめちゃ温かいんですけど、ホットプリンだからなんか味がさらに深い感じがしてめちゃめちゃ美味しいです。これ簡単に作れた割にはめちゃめちゃうまい。美味しい。口の中ですぐとろけちゃう感じです。とろっとろ、もうとろっとろのとろっとろ。トゥレイズマスオーズポイント 100。 いや、簡単、うまい、うまい、最高。絶対これは作ってみるべき。レシピは下に載せときます。では、皆さんも作って楽しんでみてください。以上、マソ TV でした。